ゆいずミニマルライフをご覧の皆様、こんにちは、ゆいです。今日は皆様に2つお知らせがございます。1つ目は1個前の動画にもありました通り、私たちのオリジナルグッズの銭湯タオルの販売の準備が整いました。つきましてはこの動画の概要欄に URL、今ここにも出てると思いますが、でちょっと検索してもそのサイトが引っかからないので、概要欄の URL から飛んでいただけたらと思います。前に、私が、オフ会とか、偶然私と出会った方にタオルを配るというような発言をしていたんですが、それだとやっぱし購入する方との不公平感が出てしまうねというふうにもんちゃんと話し合いまして、一律販売にしようという形になりました。シールは今まで通り、会った方とかね、渡せる時には無料で配布しますので、シールだけが欲しいよという方はその機会をお待ちいただけたらと思います。はい、で、価格は、タオルとシールのセットが1000円の1種類のみなんですが、2つセットは送料の関係で安くなるので1800円という形になっております。はい、皆様もしよろしかったら購入お願いいたします。2つ目のお知らせは、これも前々から言っていたんですが、オフ会の日時が決まりました。3月の18日13時から川崎にありますリバークというビルの22階北海道という居酒屋にて、昼飲みをねしたいなと2時間制の、はい、ちょっとね3300円というお金がかかってしまうんですが、そちらでオフ会をしようと計画しております。ただちょっと人数がねまだ把握できてないので、お店に話はしてあるんですけど、席の予約はまだしてなくてですね、2月いっぱいまでに、インスタグラムの DM かこの動画のコメントか、生配信のチャットとかどこでもいいので、名前はなくて大丈夫なので、アカウントだけで参加人数をね教えていただけたらと思います。ないとは思うんだけど、24名がねマックスな部屋なんだって、24名はないとは思うんだけどね24名を超えてしまったらちょっとお店を変えるか何かを、計画しなくちゃいけないので、予定がもう前々から分かってるよという方は早めに教えていただけると幸いです。はい、以上かな。はい、大丈夫そう。大丈夫それでは、タオルとシールのセットの販売とオフ会のお知らせでした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。